こんにちは、テイ、テイレンセンです。よろしくお願いします。月のうさぎとその配偶者ですね。違うよ、違うよ、違うよ、ね、うん、ねえ、よろしくお願いしますね。なんか裸足で小汚いでしょ、私たち。違う違う、あんただけよ、小汚いのは。二人ともパジャマなんでね。パジャマじゃないよ、あんただけ。私これ寝にくいよ、ね、うん、ゴワゴワするからね。寝にくいよ、テイレンセンって何なのこれ。でもいっぱい合わせてくれたね。え、最近は誰も相手にしてくれないから寂しくてね。ああ、もう死んでやろうかななんてね、思ってたんですけどね。えらく軽いトーンで言うのね、あんた。死んでやろうかなってと思ってたんですけど、でもね、はい、私の相方レイセンにすっごくおめでたいことがありまして。ああ、レイセン発表しちゃいなよ。ああ、いいですか。うん、月のうさぎをつがいで飼育してまして。玉田な。玉田じゃない、動物の方よ。地上で育てるのは難しいんです。私みたいな野蛮なのうさぎと違ってね。野蛮って。でも今週頭に、うん、月のうさぎの夫婦に赤ちゃんが生まれました。おめでとう。ああ、どうもありがとうございます。飼育に成功しましたね、よかったね。ええー、はいはいはい、無事に生まれてよかったね。よかったですね。予定日よりちょっと早い。ちょっと早かったですね。メス一匹、まあ一匹でしたけどね。でも母子ともに、うん、健康。へえ、受ける。受けるって何よあんた。笑うとこじゃないでしょ。どっちかことないでしょ。何よ受けるって。でもウサギ生まれるとさ、はいはい、2匹目とか欲しくなってきたんじゃないの。いや、まだまだまだ、そんな全然。ほんと？やっとの1匹ですから。2匹目はメスがいい？オスがいい？まだまだ、そこまで全然。2匹目の名前とか考えてんだ。いやいや、まだ全然全然。2匹目はどういう教育をしたい？1匹目の話をして。1匹目の話。あ、そうか。そうでしょ、大体。そうだね、早すぎたか。早すぎでしょ、あんた。じゃあ1匹目をちょっとね、はいはい、砕いていこうか。噛み砕いていこうか。はいはい、噛み砕かなくていい。やめてもう。ねえ、そういえば名前は？名前は決まったの？それがまた迷ってね。メスなのよね。そう、メスよ。メスなのよね。はい。まだ名前決まってない？決まってないですよ。なんで？もう4日くらい経つでしょ。今日で4日目なんですけどね。募集します。募集しないで勝手に。はい、そこの妖怪ナイアーラとテップ採用。いや、採用しないよ勝手に。そんな。はい、そこヤグタソース採用。ちょっとやめてよ。はい、アザトース採用。採用すんなっつーの。ノウサギなんて名前なのさっきから。でもなんか候補ないの？候補はまあいくつかあるんですけど、その中から言うと一個候補があって、 N ちゃんとか。 N ちゃん考えてるんですけども不採用。なんであんたが決めるのよ。私が決めます。 N ちゃんな。まあ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 、まだいろいろ。じゃあ最終決戦に進んだらレイセンが抱っこして出てくると思うんで。出てきませんよ。その時は抱っこさせてね。させませんよ。ああ、でもそんな話はどうでもいいんですけどね。どうでもいいの？あんたがさせたんでしょうか。ネタに入るまでのただの時間稼ぎですよ。だとしたらそれを説明しない。しかし私も幻想郷長いですけど。長いね。迷いの竹林の警備とか月の晩鐘店でもいっぱい仕事しまして。はいはい。この大会も今年で3回目の出場ですよ。ええ、私も結構頑張ってきたでしょ。まあそうね。それで私最近思うのが、これまでの働きを考えたら、はい、バチバチ従者を卒業して月の都へ引っ越し、そういう時期に来たなと。殺されるぞマジで。なんで？ネタ変えんの？殺されるぞマジで、あんた。なんでいきなり殺されないといけないの？月の都はあんたを必要としてないの。そんなことない。あるよそんなこと。こんな田舎の土地でな、千何百年もやってきましたけど。いいじゃないですか。月ですよやっぱり。ウサギの行く末は月の都、文化の中心。まあそうね。お笑いも最先端。まあそうでしょう。幻想郷中で月の都って言ったらみんなわかる。まあまあ有名ですよね。それに引き換え以前住んでた稲葉誰も知らないでしょ。知ってる人もいるよ。いやいや、稲葉って言ったらうどんか物置でしょ。いやいや、そんなことはないでしょ。月に行こうよ一緒に。そろそろ月なんて行かなくていいの。なんで？何も用がないの、あんたが言ったって。月の都で夢見たいもん。夢見たいって。地上のウサギはね、うん、地上のウサギ五箇条を守って竹林でおとなしくしときなさい。何よその地上ウサギ五箇条って。知らないのあんた。知らないよそんなの。あいたーし、あんた。あいたーしってそれ。エイリン様の話を聞いてないでしょ。え、エイリン様？そう、あんたが困るよ。将来？将来。じゃあ教えてよ。教えてあげるから覚えて帰って。わかったわかった。地上のウサギ五箇条って言いなさいよ。言わないといけないの？当たり前でしょ。そういうシステムなの？そういうシステムよ。はい、地上のウサギ五箇条。地上ウサギ五箇条。一つ二つ。
地上のウサギは夢を見てはいけません。地上おかしいだろ、それ夢を見てはダメ。地上のウサギは、地上のウサギだって夢を見ていいでしょうが。見ちゃダメ、それは月の都のウサギさんだけ。地上のウサギは夢を見たらいけません。なんで、なんで。夢を見たかったらまずは月の桃を最低100個は購入しないといけないの。え、そういうシステム。そう、そんなの買うよ。いくら。1000万よ、払えるの。ん、分割でいい。一括。クーリングオフはさせません。払いなさいよ、夢見たかったら。一つ。二つ。地上のウサギは月の都 M1 グランプリには出てはいけません。おかしいじゃないの。出たらダメなの、あれには。月の M1 はね、はい、幻想郷の芸人が唯一月の都でネタができる唯一の機会ですよ。はいはい。そんなの出た方がいい。殺されるぞマジで。幻想郷とはレベルが違うのよ。分かってるよ。絶対決勝に出れないわよ。そんなの分かんないじゃないの。あんた大体1回戦は幻想郷であるからいいよ。でも2回戦3回戦は全部月の都ですよ。そんな。幻想郷芸人は自腹で行きます。そう。1回月の都に行くのにいくらかかるの。月の羽衣新幹線で50関門くらい。3回戦3回戦まで行くのに。3回戦って何。新幹線。3回戦って何。新幹線と3回戦を省略したの。だから、どこ走ってるのよ3回線は。シルエデンの裏を走ってるよ。地底を走ってて月に行くのか。じゃあうるさいわね、うどん毛をいじるな。は、うどん毛。そうでしょうが、あんた2回3回戦まで行ったら100関門かかるのよ。100関門かかる。最近じゃないの。確かに100関門はでかい。そうでしょうが。幻想郷だったら一生遊んで暮らせる。いや、そうでもないよ。だいぶちまちま生活しないといけない。そうか。ダメ、月の M1 は出てはいけません。一つ。二つ。地上のウサギは崇高な有名人と電話番号を交換しても自分からはかけません。どういうこと。そういうことです。いや、普通電話番号交換したらかけるでしょ。ダメ。いやいや、この間地霊殿の小明治悟り、ほう、地霊殿の地底に来た時はいつでも電話してねって言ってくれたんですよ。そういうの、崇高な人はみんなそういうの。そんなことないよ。私もね、前の大会で豊姫様が技術協力で来てた時、ん、ほら、あんたが凛之助と出た時よ。ああ、儲かった時。そうそう、うどんげって声をかけてもらってね。あ、すごいじゃん。電話番号を交換して、あ、寂しくなったらいつでも電話しなさいって言ってね、うん、寂しくなって5回電話したけど全然出やしない。そんなもんよ。忙しくて掃除かなんかしてたんじゃないの。掃除なんかしないもん、豊姫様は。私たちみたいな住所じゃないのよ。でも折り返し電話あったでしょ。一回もない。もう一回かけてみたら。もう消したもん。あんた他に交換してんじゃないの、誰かと。全部白状しなさい。よそかかなこ消しなさい。ヤクムゆかり消しなさい。トラマルショー、それは消さなくていい。どういうこと。あれは獣上がりでしょうが。お前失礼。お前何言ってんの。違う、大丈夫。一応美少女代理。お前大丈夫大丈夫。動揺するな。はぁ、どうしたの。三回戦からどうしたの。何がだいぶおかしくなってんじゃない。おかしくなってない。聞こえてない。いや、聞こえてるよ。大丈夫大丈夫だって。トラマルさん一応美少女だよ、幻想郷では。まあまあ、神様の代理の人だよ。まあまあまあ。何よ、いつも悪態ついてるけど本人目の前だと何いいこぶってんのよ。手らしくない。いやいや、神様の代理の人だし。そうでしょ。まあまあ。いいから謝る、トラマルさんに。はい。まあ中身は獣ですけどね。いい加減にしてよ。一つ一つ。地上のウサギは接待係。なんや、意味がわかんない。地上のウサギは接待係って。そういうことです。なんや、月の都の有力者とか妙蓮寺の妖怪が来た時に、うん、うまい魚とか天ぷらとかそばとかウサギ鍋とか食べさせて、ちょっとちょっと、喜んで帰ってもらうんですよ。ウサギ鍋、貴重なタンパク源でしょうが。帰る。ちょっと待ちなさい。接待して喜んで帰ってもらう、そのために誕生したのが、そう、地上のウサギです。そんなわけないね。私たちはそんなんじゃない。そうです。違う、そんなのする暇あったら賽銭箱で集金して回りたいよ。殺されるぞお前。だから誰によ。集金なんかする暇があったら幻想ウォーカーを隅々まで読みなさい。読まないよそんなの。なんでそんないちいち幻想ウォーカー読んで接待しないといけないの。調べないといけないでしょ、決まりでしょうが。決まってません。決まってるんです。誰が決めたのよ。悲しめるから言ってみろ。大国主様よ。嘘。そんなことも知らないの。絶対嘘。大国主様のそんな決まり作るはずない。本当よ。じゃあソースは。ソース、うん、ソースはウスターソースでしょうが。お前舐めてんのか本当に。一つね、一つ一つ。地上に生まれた己を恨め。ぶちからずだお前。そうでしょうが。なんで地上に生まれて自分を恨まないといけないの。地上に生まれたからこんな惨めな思いをするのよ。惨めな思いなんてしてないもん。惨めじゃないか。どこが。あんた第3回大会で凛之助と漫才やってた時に、うん、蓬莱ニートは会場に見に来ないで、うん、月の都のお笑いライブを見に行ってたんだよ。
たお金も全部持っていかれて惨めじゃないの。泣いたって何も変わらないよ。知らなかった。聞きたくなかったよ。そんなの事実でしょうが。地上で生まれても神様になったりする動物だって妖怪だっていっぱいいるもん。ウサギにはそんな才能はありません。ひどい。レンセンがこんなにひどいやつと思わなかった。はいはい、一つ。ご家族じゃなかったの。ご家族になってるじゃないの。追加します。一つ。二つ。地上のウサギは根絶させましょう。はぁ、しますわ。ウサギ根絶強化月間です。そんな月間ないよ。今日から決まりました。大国主の命令です。リサつけ。エージェントリーサー。いやー、今日はやけに弱いじゃないの。でもこの6か条覚えたのか。完全に覚えるか。こんなもん守れよ。ちゃんとやだ。お客さんも守りなさい。お客さんは関係ないでしょ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございましたって、わお。独自の世界観の漫才でした。わお。お疲れ様でした。なんでチェンさんになってるんです。うん、ラン様はゆかり様のシーツを交換しに帰りました。いやいや、あなた方ほんとむちゃくちゃですね。第1回大会からさあ、テイ連戦でしたけども。はいはい、テイさん、決勝進出3回目でしたけど手応えは。なんか全然予定と違う。あら、テイ戦が勝手にアドリブで始めたから調子が狂った。すっごいムカつく。あ、そうだったんですね。あら、そういえばレイセさんがいないですけど。くそ、あいつどこに行ったの。はい、それでは審査員の皆さん、点数をお願いします。ジャッジ。さあ、最終決戦最後の一組、妙連戦かテイレイ戦か、点数はいかがでしょう。出ました。89点、86点、87点、88点、黒。合計点は350点、黒です。さあ、順位はどうでしょう。現在第5位です。5位。さあ、ということはテイレイ戦はここで敗退ということです。そして現在2位の妙連戦が最終決戦進出決定です。やったー、キジリン。まあ嬉しい。さあ、シキエキさん、いかがでしたか。初めて見たと思うんですが。はい、別に悪くなかったのですが、タイムオーバーで減点ですね。やはり、そうでしたか。タイムオーバーはダメです。従って私も黒をつけました。え、あ、やっぱ黒が低いんですね。決めつけないで。迷惑です。酒持ってこい。酒飲ませてこの人に。はい、では咲夜さん、いかがでしょうか。はい、冷戦の中の人はすごい。なかなかの神業ですね。え、中の人。ええ、減点がなければ活躍できたのに残念でしたね。はい、今もそうですけど、今後あと何人演じられるか期待しています。演技力が素晴らしかったと。わかりました。ということで残念でしたけども、またリベンジしてください。もういや、もう出ない。低冷戦でした。ありがとうございました。さあ、ということでですね、ファーストラウンドが全て終了しました。はい、最終決戦に進んだのは妙連戦、そしてスピンカッパーの2組となりました。この2組はそれぞれキャラもネタの内容も違いますし。そうですね、本当に面白い最終決戦が見れそうですね。すごいことになるんではないでしょうか。さあ、そして、最終決戦はですね、はい、もう一ネタ、皆さん違うネタを披露していただきます。ですからまだまだ勝負の行方は分かりません。はい、いよいよこの後優勝賞金1000万をかけた最終決戦です。戦いの行方は CM の後。東宝 M1 グランプリ。